今回はサントス・アレサンドロに来ていただきました。よろしく。よろしくお願いします。今ブラジルでしょ？そうです、ブラジルです。ね、ちょっとみんなにブラジルのさ、どの辺かちょっと教えてもらっていい？そうですね、まあ、ブラジルは縦にしたら上がリオ、うん、でその下にサンパウロで、僕がいるのはサンパウロのちょうど下です。パラナ州といって、南ブラジルの南の方です。だからちょっとこう寒い、そのパラナ州のマリンガ市っていう町に住んでいて、うん、ここで頑張ってます、うん、あ、今はじゃあ何をしてるの？ブラジルに来た時に2015年か6年に帰ってきて、ここで2年ぐらいサッカー現役を続けて、その現役を終わって、まあ、サントスサッカーアカデミーみたいな、まあ、子供をこうサッカーの楽しさをこうしてもらったり、まあ、その選手を育ってプロチームに生かすっていうサッカーアカデミーを立ち上げて、今こっちで、はい、300人の子供たちを見てます。子供たちの年齢っていうのは、こう幼稚園から、もう7歳から17まで見てます。じゃあもうユースのチームもあるってこと？そう、まあ、メインはそのアンダー15とアンダー17の県大会に出る子たちもいるんですけど、うん、その下の年代もそのチームにこう行けるような、うん、育てるような形で作ってます。なるほどね。サッカーをどうやり始めたの？僕ももう知らないぐらい、もうほんとちっちゃい時からやるのがすごい好きだったのね。まあ、うんうん、僕思うにはお父さんもプロサッカー選手だったのね。だからその雰囲気、そのずっとこうグラウンドにいるような当たり前のことだったのね。お父さんの試合を見に行ったりとか、まあ、お父さんをこう尊敬してたから、やっぱりこう僕もちょっとサッカーやりたいね、サッカーの楽しさをやっぱりちっちゃい時からずっとこう習ったっていうか、お父さんやっぱりこうサッカー選手だったということで、いろんなところにやっぱり移籍したりとかしてたんで、本当に自然にこうその環境に、うんうん、自分がサッカーの中にいて入っていたみたいな、うん、でもうサッカーをおのずと始めてて、もうここから出たくないみたいな、ずっとサッカーで行きたいなみたいな、やっぱり尊敬でもそうだったし、ライバルという意識もあったね、お父さん。だからお父さんを、お父さんすごい上手いんだけど、お父さんを超えたいっていう気持ちがすごい強かったのね。お父さんみたいに上手くなりたいし、でもお父さんよりもっとこう上に行きたいなっていうのがすごい強かったのね、昔。おー、すごいね。それは子供の頃からそれを思ってたわけだから、プロにはなるのは当たり前だったっていう感じ？当たり前、うん、まあ、やっぱりブラジルでのサッカーを見ることがあったんで、こう昔の例えばジーコとか、ああいうほらブラジル代表のレベルとか見ると、うん、まあ、プロになるのはちょっと難しいんだなっていうのは思ってたけど、うん、でもそれは夢として、まあ、頑張っていきたいっていうか、うん、でお父さんも17年間プロ生活を渡ってきたんで、それを超えなきゃっていう、なんでそういう気持ちになったかわからないけど、うんうん、とにかくお父さんを超えたい超えたいっていういいこう関係だったなと思います。日本に来ることになるきっかけ、うん、っていうのはこうどうだったの？最初はやっぱり今住んでるところマリンガ市なんですけど、うん、僕はここで生まれたのね。でお父さんはちょうどその77年にこのチームで優勝したのね、県大会、うんうん、でここからまた移籍してまた違うところ行ったんですけど、お母さんがもともと住んでたから、またお父さんがこう現役終わった時にまたこっちに戻ったのね。でここに戻ったら僕もここの学校とか僕、うん、ここのチームクラブチームにこう入れてくれたのね、うんうん、でスカウトされて日本に行きたくないかっていう明徳義塾の部長と監督がそうやって声かけてくれて、ああちょっとチャンスだなと思って、じゃあこう、うん、ブラジルでそのままでプロになっていってっていうのと、日本に行ってプロになるなりこうチャンスがあるっていうのは、彼の中では日本の方が強かったってこと？やっぱ海外移籍、海外に行けるチャンスあるってことは、もう、うん、なかなかそういうチャンスがもう二度と
来ないんじゃないのかなっていう思いと、やっぱりマリンガシーっていうのは、マリンガのクラブっていうのは別にそんなすごい強いクラブでもないし、田舎のクラブみたいな感じだったんで、そんな海外に行ってチャンスを与えてくれてるっていうのは、もうここはもう絶対このチャンス逃しちゃいけないなっていうのがすごいあったのね、その時。その時親はどう？親はお父さんはやっぱりこうサッカー選手だったから理解してくれて、自分の気持ちね、でもお母さんはやっぱりあまりにも日本が遠いから反対やもんな。ここはちょっとやめた方がいいんじゃないのって反対してくれましたね。まあ、母親は反対はあったにせよ、行こうっていうのはやっぱ思った、うん、思ったね。しかもすごいこうその気持ちがすごい強かった。もう何があったとしても行きたいですみたいな、それまでやっぱりずっとこのマリンガシーで育って、うん、クラブチームに入った時に、うん、いろんな合宿とかあるじゃない、うんうん、でその合宿行った時の楽しさとかも本当に半端がなくて、いやもう楽しい楽しい、親もちょっと離れるでしょ、ああ、そうそうそう、もう選手たちだけでちょっと合宿に行って、その楽しさはやっぱりこうワクワクっていうかすごいあったし、でやっぱり日本でできる自分でこう一人で行く頑張る、そういうチャンスがを現れてきたっていうことで、もうその合宿のことばっかりこう考えて、あこんな感じだなって思ってたんだね。ああよくね、不安になるとか、言葉だってその時喋られないじゃん、日本語。うん、ああでもそういう不安、それが全く不安が なかったね。すごいね、うん、それはそれですごいなと思うよ。なんでその不安がなかったんだろうなって思うんだよね。あなんでこんな簡単にね、行きたい行きたい、日本でも言葉も喋れない、ご飯も文化も ね、文化もちょっとわからないとか、文化も違うっていうのが誰もかかわらず、いやママ行きたいママ行きたい、絶対お願いお願いみたいなっていうのをずっと言ってましたね。すごいね、うん。じゃあプロになるっていうのはどういうタイミングで言われるの？まあ全国大会と、うんまあ、インターハイと、有名じゃない高校生の、うんうん、選手権とかね、こういう大会に、そう選手権とかこういう大会に出なかったらもうなかなかチャンスが現れてこないっていうのずっと思ってたのね。でも2年3年の時、高知県の三徳の監督が、うんうんうん、ちょうどエスパルスのその時サテライトの監督をしてたのね。ちょうどお互いブラジル人で、なんか電話で、あこっちにあの2人の選手がこういるんだけど、そっちにちょっとテストでもチャンスくれないかみたいなっていう感じで頼んだら、もう1ヶ月か2ヶ月後にシルバさん、ちょうどエスパルスのサテライトにいて、その人が、うん、じゃあちょっとこう来させてくださいって言ったのね。その時はまだね、あの明徳での成果って言ったら全国大会にも出たこともなかったし、ないし、うん、そういうチャンスがなくて、いやちょっとここで終わるんじゃないのかな、そのままブラジルに帰ってしまうかなっていうのもあったんですけど、うんうんまあ、そのチャンスでちょうどアルディレス監督の時代、うんうんうん、でシルバさんがサテライトで合格して、うん、じゃあここで合格してもまだこうエスパルスに入るっていうのはできないから、うんまあ、また今度もう一回エスパルスに戻って、うんまあ、プロとアルディレスさんが見たいっていうのを言ってくれたんですよね。ただその2、3週間の間、うん、やっぱりプロの監督が見るっていうのをちょっとこう見ないんじゃないのかなっていうのを、ただその高知県に帰らすだけっていう、こうちょっとこう、なるほどね、一応は見るよって言いながらも見てくれないけど練習だけ来るみたいな形なのかっていうね、ちょっと不安もあったってことだ。そうそうそう、不安があって、で結局3週間後にまたアルティレス監督が呼ばれて、うん、でも本当にテレビで見てた人ばっかり彼じゃない、うんうん、選手とか、そうだね、健太さんとか、うん、上野さんとか、うん、真田さんとか、うん、オリバーとか、サントスとか、もうそういう選手たちばかりだったから、うん、ちょっと緊張でしょうがなかったですね。でも入ってからさ、はい、もうすごい成長して、もうエスパにはなくてはならない存在になっていったじゃない？でその時っていうのはそんなにこう大きな挫折っていうのはなかったの？すぐこう馴染むことができたっていうのが、自分でもやっぱりああやってねテレビでしか見てない人たちとやってるのは、うん、不思議にこう感じてたのはなかったんですよね。っていうか必死だったんですよ、そこで。いやいや、そうみんな必死やった。残るっ
ていうのと、すっごく楽しかったんで、まあ、最初はあんまりパス出さず、全部ゴールショット。ドリブルばっかりで、たたんで。よく、それがよくみんなに怒られてたな。よく怒られてました。まあ、それが逆に良かったんじゃないのかなと、やっぱりこう自分で自分でこうやっていく、まあ、自信があったからそうやってできたと思うんで、うんうん、あまりね、気を使ってたら多分僕はしなかったと思うんで、うんうんうん、やっぱ若さで。まあ、勢いよくどんどんやって自分で勝手にやってるっていう中で成長できたんっていうふうには捉えてるんだ。でもさ、でも外国人枠とかがあるから、うん、で、その日本人になる、帰化するっていう考えを持ち始めたのっていうのは、いつでどんなきっかけなの？エスパルスの3年目ぐらいからかな、うん、1999も、めちゃくちゃ、そう、すごかったじゃないですか。もう、一気一気じゃないですか。一気一気。止められんかったもん。あれはもう最高のアレックスやったね。もうあれだけね、例えば日本平とかの試合とかもあれだけサポーターの後押しがあって、あ、まあ、自分がプロとしてあれだけ楽しむっていうのを、もう日本にもずっと住みたいっていうのがもうやばかったです。もう日本人になりたい、もうずっと日本にいたいっていうのを強かったんですね。恩返ししたいっていう気持ちがあって、2000年に、申請しました。なあ、でもあの99年のアレックスはやっぱ MVP、 俺ももうあれが MVP だなと思いながら、チャンピオンシップやった時も、はい、あの退場して出ていく姿も記憶に残ってるし、あれでもここだけの話ですか。ああいうちょっと僕をこうちょっとこう怒らせてたでしょ、岩田。いや、そりゃそうよ。だってアレックスは必ず止めなきゃいけないって、もう最初からではもうアレックスのところは止めに行けって言って、一人じゃなくて二人行けとかっていうことだったから、はいはい、で、あれがすごい調子に乗ってったから怒らせようって言って、仕掛けに行ってるから、分かったんですよね、僕。そう。でもね、そういう経験もして悔しかっただろうし、はい、でそこからまたこう日本人になって日本のために恩返しっていうことで、まあ、代表でさ、一緒に出会って戦っていくことになったじゃない、はい、そしたらなんかもう日本人だったもんね。俺らの日本人が見てる、まあ、ブラジル人よくこうポケットとかでも会うけど、もうアレックスはやっぱ日本人だったもん。やっぱそれはちょっと意識してたの？日本の文化とか。いやー、僕はすごい意識してましたね。やっぱりどう見ても、いろんなところいたとしても、僕は日本人だって言っても、でもやっぱりこう見た目じゃなくて自分が感じてることとか、うん、まあ日本がこれだけチャンス与えてくれたっていうのが、やっぱりすごいこう気持ち的に感謝っていう気持ちがすごい強かったので、うん、変なことは絶対できないと。もう日本人としてのことをしないといけないと。やっぱりこう、もう外人じゃなくて、もう日本人だから恥のないようなことを絶対避けたいっていうか、しないようにってことか。そう。だからなんか韓国と戦うときとか、なんでか俺はもうその日韓の負けられない。もう絶対負けないみたいなっていうのを、もう結構ね、強かったです。そう、もう本当に心は日本人だったよな。で、みんなとのコミュニケーションもすごい取ってたし、で、そのキャラでもあったから、すごい馴染むのが早かった、ね。結構いじられる。いじられるキャラだから。そう、いじられたもんな。まあでもそれが良かった部分もあるのかなっていう、性格的にも。はいはい。すごい、こう、伸び伸びとサッカーができたんじゃないかなっていうふうには、俺は印象あるんだけど。そうですね。もう本当に悔いもないし、もう本当に日本人になって、ああやって日本代表でいろんなところで戦ったっていうのはすごい誇りに思うし、まあ、いろんな選手、いろんな友達ができた。で、ワールドカップに出て、自分の夢であるプロサッカー選手になるっていうことは、今でも嬉しいし、誇りですね。じゃあ、自分で思うに、自分自身で、じゃあ代表に入れて、武器というか、なんで自分がこう代表に入れたんだろうっていうふうに理解してる？まあ、やっぱ代表、その時を考えたら、うまい選手ばっかりいるし、その中で自分が何が違うかっていうと、まあ、武器、やっぱりこうドリブルとスピードだと思ったのね。だからそれを生かすかどうかっていう勝負だったんですよね。その
J リーグに入った時の必死さ、うん、もう本当に行って行って、もう取られてもいいぐらい、どんだけこう強い気持ちでいけるかっていうのを、そこがやっぱり自分の武器だったんじゃないのかなって思うので、まあ、そこが違いだったんじゃないのかなって思ってます。でも代表に入ってさ、日の丸背負ってさ、日本のためにやりたいって言って、うん、国歌斉唱か聞いた時とかっていうのは、うん、こうどういう思いだったの？いやもう、こうすごいこう、よっしゃやっていくぞみたいなっていうのをこう聞くときにもうスイッチ入るんですよね。あ、もう帰国歌が終わったときもやってやるぞっていう気持ちになるんですよ。今でもそのね、オリンピックとかいろいろその国歌とか結構聞くじゃないですか。うん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 、もうその気持ちに入っちゃうのよ、普通に入るんですよ、ね、今もう選手じゃないのに。じゃあその心は残ってて。残ってますね。でもやっぱりこうワールドカップにもやっぱ出たかったわけじゃない。そうですね、そしたらやっぱりワールドカップに出て、まあ、2002年の時と、うん、まあ、2006年の時とっていう、こう違いってある？